皆さんこんにちは。なるほど店です。今日も魔人マンションで遊んでいきます。さあステージ295行ってみましょう。うわ、また緑段ボールがたくさん枝豆に見える。なんか押しますか。どうも。緑段ボールを消さないといけないから、はい、落としておいて、まあそれか爆弾とかで消さないといけない。わあ厳しい。落として緑でしょ。これで落としますか。よーし。わあ、これ全部見ておかないと爆弾作れるかどうか。大変これは。下から落としますかね。はい。さあ、これでどう。はい、ロケット。これで壊して経路1個落とさないといけないから1個落として、はい、落とさないといけない。おお、爆弾来た。けどこれも爆弾で、はい、よし、これで壊せるでしょ。結構厄介ですよね、やっぱりあの辺。スタート22回。よし、これで壊せる。あとは左下と右下どれでいきましょう。座布団でいきますか。はい、こうして、あ、爆弾作れるけど上の爆弾ではちょっとあれですか、届かないですもんね。はい、よし、ここで爆弾。さあ OK。 左下をどうしましょう。また座布団か赤で、座布団でいけますか。全然消えない。全然消えなかった。で、右側を割らせておいて、あとは左。さあ、あとは左なんですけど、13回でしょ。まあいけると思うんですけどね。ダンダンって攻撃して落として、ああ、あと1個ずれてくれれば。お、爆弾。微妙に届かない。さあ確実に消しておいて、はい、一旦下げて、あ、これでいけますかね。届かない。ここをパス。爆弾に頑張っても。よーし。いけました、いけました。調子がいい。さあ、ステージクリア。いや、一ステージずつ難しい。だいたい4分か5分くらいかかりますね。さあ、ということで、今回の動画以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。